カツラ紫爵爆笑コレクション。不思議だな。ジャガンソー、ご承知の方はご承知だろうと思われますが、何話の、現像事件帳というのを NHK で今やらせていただいているわけです。半年間のあのなんですので、初めてです。ドラマの主役なんて、主演なんてものはもちろん初めて残ってございますし、もうどう動いて、やわからんのですので、落語ばっかりやらせていただいてますので、何が難しいかと申しますと、落語の場合はみんなしゃべっくりしゃべり手なんです。いつもしゃべり手です。あ、つまりこんにちはちゅうたら、お、こっちやへり、実はここでな、あーそうやな、言うて喋る方ばっかりを私が受け持っているわけでございます。一人で何人も、あ、ところがドラマの方はちゃんと相手役がいてはるわけですな。あ、そやからこっち何か言うと向こうが何か言わはるわけです。あ、それ私言うたら飽きませんのです。それつい言いそうになるんですね。それもうこれこれこれ、ああ、それ、あ、私のやがな言うて、ああよう言われまして、どうもね、妙なもんですね。ですから相手さんが言うてはる間、こっちがまたないかんわけですね。ほいでその待つ言うても、ただこの順番が来るのを待ってるのではいかんわけで、いわゆるリアクションチューンですが、話をこの聞く顔ですな、ふん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 とか、まあいうそれらしい顔がいるわけです。ところが私らその傾向ができてませんから、喋ることばっかりしかありませんから、自分の言うたらもう次こうして、待ってるんです。ほいで向こうが終わると、うわーっとこうしてんで、まあそれでもまあまあの部分はまだええんですが、嘘でもあのいわゆる目明かしですので、最後にこうちょっと立ち回りっちゅうかね、乱闘場面があるわけです。それどうも私あのかなわんのですね。物事はまあまあの方ですから、小さい自分からその真似事でも気切れ持って振り回したこともないわけですし、第一最後に神妙にさらせえっちゅうんです。つまりね、江戸ですと大抵まあ今までの目明かし江戸っ子ですからね、神妙にいたせかせいかなんかですね、それを大阪の目明かしですから、神妙にさらせちゅうんですね。その言葉があんまりこう素直に出んのです。別にこの人が神妙にさらすことはないと思うわけなんですね。最前まで、楽屋で、ちゅうか、そのスタジオのね、待合室で、よろしいお頼み申します、言うてますのにね。それで神妙にさらせなんて、言えまへんで、ちょっとこれはね。ほいでね、お、影さんでありがたいことに、そんな人が、あの、紫爵さん、紫爵寄せ、よう見てまんねん、言うてね、あんたのファンでんねん、なんて言われたら、余計なこと言われへんので、神妙にさらせ、ごめん、言うて、具合が悪いのでございますね。で、まあそんなこんなの今日この頃ではございますが、とりあえず第2週目の水曜日、水曜ドラマでございますので、多分水曜放送やと思いますので、もしよろしかったら見ていただきますようなことでございます。まあ何にいたしましても、とにかくこんなにたくさん来ていただきまして本当にありがとうございます。一言お礼を申し上げます。1981年10月14日から82年の4月7日まで NHK で放映された明治を舞台にしたドラマで、原作は有明夏夫の
大なにわ諸人往来シリーズでございます。夏のお噂でございます。いてなはるか、もし、世話しなく扇を使いながら、なんと熱いこっちゃおまへんかいな。あたあたらお家にいてなはるよって、まだよろしけれどもね、あーた、いっぺん、ひなた、歩いて、みなはれ、あーた。背中から、じりじり、じりじりと、あーた、焦げていきますせ。おいおいおい、大層にこれ、なんぼ熱いさか言うて、焦げてきたり、するかいな。ああ、これ、あ、おまはん。あ、なんぼ熱いか。知らんけどな。肩、びら、のジンベエ一枚で歩いたりしな、はんなや。なことしてるとな、涼しいようなけど、火が通って帰って暑いねやで。肌がやないかい、ふんどし一本やないかいな。肩びらのジンベエ一枚で歩いたりして、まあまあこっち上がんなはれ。あげてもらいまんで、こら、ちょっと、いやよー、おいえ、寄らしてもらうと、涼しいて、結構でんな。涼しいというわけやないけれどもな。この通り、風だけはよう通んので、それだけは喜んでるつもりや。パタパタパタ、アホらしい風は通っても通らいでもだ。お宅に、ああ、よしてもろうて。あーた、ここへ座らしてもらいました。だけどね、体中の汗がスーッと引くというような心持ちがいたします。こういうのが、そう、お宅は掃除が行き届いてますさかいな、まず。なんだっせ、あの表の登壇がな。手かけるか、かけんうちにガラガラガラ、カラカラ、カラ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 と開きましたろ。うちらへ入る中途庭はきれいに入った。ああ、お家はこの通りきちんと片付いた。は、縁先にはほうき目が入ったって。忍ぶが釣ったある。風鈴が鳴ってる。金魚が泳いでる。はははは。ああ、うちらとえらい違いや。うちらね、わたいが熱い。とっから帰ってって来ましたろ、表の塔。これがまず、中、開きまへんな。ガタピシ、ガタピシ、ガタピシ、ガタピシ。あった、汗の小一生も書いて、うちらへ入る中途庭には、紙くずがべちゃーっと踏みつけたある。隅の方には、働いが、隅の方にはたらいが立てかけてあって、おむつが突っ込んだ。お家はほこりだらけや、お膳は出た。布団はひぎっぱなし、西日はさしよる。ガキはギャーギャー泣きよる。ああ、暑いの、暑ないの。はっはっはっは。そない言うたら暑いわいな。第一ね、うちはこうして、お家にとうむしろが引いてま、あ、これよろしいな。素足で歩くと足の裏がひんやりして。いやー、わたいもね、これだけは何とかして手に入れてやろう思てね。あっちこっちに頼んでましたんけど、飽きまへんわ。こいつ高いわ、我々の手こに合わんわ。いやー、それでも諦めきれずに。里親さんの、おやすさんに、心安いおやすさんおまんのでね、頼んで、あんた、アンペラの古いの、一枚分けてもらいましたんやけど、あらきまへんわ。お天気の日に足の裏へ、ねちょ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 ひっつきよって。はははは。さっぱりわやや。はははは。よっ。わかりましたな、床の間。墨絵でよろしいな。暑い間はね、ごてごて色が塗ったある。と、かえって暑苦しい。なるほどな。シューッとしてまんな。ええー、いえ、わからしまへん。わからしまへん。わからん。なりに、こんな見るの好きだね。
わからんけれどうも好きやっちゅうのもおかしいもんだ。お、思うし、あ、なんだんねん。褒めたら褒め損ないでんがな。あの床柱の、床柱のとこに妙な草みたいなんがつっておまんな。お家はこの通りきちんと片付いてんのに、あら汚いな。汚い汚い。ほかしてしまいなはれ。はっはっは。えらいもんが目に入ったな。あら普通の草と違うねんで。じゃがんそうと言うてな。知ってるか？そうやろ？わしも初耳やったんやがな。なんでも大きな山の谷合いに生えているんやそうな。こんな大きな山へ行くと言うと、山の主とか言う。で、上ばみが住んでる。こいつ、間はな、うさぎやとか、猿やとかを、うん、餌食にして四年やが、たまには道に迷うた旅人狩りうと、山がつてなもんを飲みよる。なんぼ上ばみが大きい境と言うて、まあやっぱり人間一人丸飲みにしたら腹がぷーっと張って苦しむ。その折にな、谷合へ降りていてこの草ちょいちょいと舐めると腹の中の人間が即座に溶けて腹の張った上ばみが助かるというね、妙な草やな。まあ余計になるとか言うて持ってきてくれた人があんのんで、あしてつってあんねん。いい人間の溶ける草、上ばみの腹薬。うわうわうわ、おもろいもんがおまんねんな、世の中には。しぇ、上ばみの腹薬。人間が溶けて上ばみが助かり。まんの、ひえ、いろんなもんがあるもんやな。いや、うちもね、よう人が遊びに来てくれはりまんねんけどね、根っから愛想のないうちで、ええ、あんなもんでも見せて今の話して愛想にしたいと思いますので、少し分けてもらうちゅうわけに。ああ、うちも穴い行さんあっても仕方がない。よかったら半分持って帰りなはれ。いえ、半分でそないな行さんはいりまへん。少々、少しで結構です。へい。ういっ、えらいすまへん。勝手に取ったりして、うわ、これや、境、かなんねん。ジンベエっちゅうやつは、懐はないわ、たもとはないわ、へっへっへ。ちょうどよろしい。このひもね、ひもんとこへね、こうくくっておきますわ。こうしといたら、忘れる気遣いおまへん。いやー、この頃物忘れが、確かでかないまへんわ。かなまへんねん。朝出るとき持って出ましたろ。夕方いんだらもうおまへんねんで。いつもうちのかかにぼやかれてまんねん。はっはっはっは。あ、何しなはんねん。あ、もし、この暑いのに火、こしたりしてお茶やったらわたい結構ですせ、ね。いやいやいや、そうやないねん。親戚に祝い事があってな。餅が余ったとか言うて持ってきてくれたんや。暑い間のこっちゃ、ああ、また。あ、カビ生やしかしてしもてもいかんと思って。これから食べようと思ってるとこや。へっ、餅、わ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 、これだな。ええ、へ、へ、うまそうな餅やな。へえ、へえ、へ、たまらんな。たまらんなってお前さん。餅好きかい？好きかいってあった。ああ、日本人何人おるや知りまへんけれども。わたいぐらい餅の好きな人間もおまへんやろ。もう餅と聞いただけであった。腹の虫がぐっぐっぐっぐーと上がってきて、食いたい食いたいちゅうの聞こえまへんか？そんなもん聞こえるかいな。これ。この間うちでちょっと愛想したおり、おまはん確かお酒も飲んでやったで。酒もずいぶん好きでんねん。得な性分やな。それだけの食い分を持って生まれてる。うん。ほと、おまはん
雨風やな。なんだんねん雨風っちゅうのは。よう言うやないかいな。お酒も飲み、餅も食べる人のことを雨風とな。ほう、どっちが雨で、どっちが風でんねん。さあ、そんなことはわからんが。まあ、酒は米の水。ってなことを言うさかい。酒を雨とせんならんか。はあ、な、餅が風って、なもんでんな。へえ、餅は風か。風かな？お、わ。わ、夏の餅焼けんの早いな。ぷー、膨れてきましたで。ちょっと、火箸借りま。うっつつつつんとくーら、シューと、あ、ほんに風や。ここ、これ、しょうもないことして遊ぶんや、ないがな。へへー。これ。指さして。これ、もう、焼けてますね。へへ。これ、焼けてま。あは、いえ、この真ん中の焼けてま。これ。やかましいな、お前。これ。いえ、狐色にね、持ちてえなものは。この狐の色、狐色にこんがり焼くさかい。うまいんですぜ。真っ黒毛に焦がしてしもとる。うまいこともなんとも。おまへん。これ。ちょっと、すまのんと入れ替えなはれ。すまのんと。すみのいうことですよ。はい。ちなみに、茶を起こすっていうのは、茶でもてなすいうことですよ。これ。うん。おう、入れ替えなはれや、もう、いけま、ああ、いけま。食えまって、これ、食えま、いけま、いや、欲しいさか言うてるわけや、おまへんねん。これ、いける、ちゅうて、ちょ、すまのんと入れ替えなはれ、すみと、入れ替えして、こう、きつね色に、こんがり、うまいこと、きつね色に、あ、これ、いけるっちゅうの。これ、いや、別に欲しい境言うてるわけやおまへんが。これ、もう、今食わないかんちゅうに、あのね、餅ってなものはね、これ、餅米でこしらえまんねん。米中字知ってなはるか？88と書いて米だ。ね、お百姓さんが、あた、88回も手入れて、こしらえてくれはる、その米をは何して、これ餅になってまんねん。これ、そいつ焦がしてしもうたら、ぬむぬるん。これ、苗がが悪い、こいつ。で、肩意地な人やな、もう、今食わな。犯人こら、なかなか力のあるええ餅でんな。おい、私がお上がりとでも言うたか？あんた怒りなはった？怒りはさんけれどま、亭主たる私がまだ手もつけてへんのに、勝手に取って食べたりして、あんまり人を見下げたやり方やないかっちゅうねん。うわ、あんたとわたいは一体？大きな声出しなはんな。ずいぶん古から付き合うとる昔からの友達や。そうやな。まして餅はすっきゃちゅうてまんねんで。あんたが普通の人間なら、餅がええ塩梅に焼けた自分に、お手塩にとって、はい、お手塩というのは、手塩皿の丁寧語でございます。四角い小皿のことでございます。はい。お弟子をね、取って、醤油つけるとか、お砂糖つけるとかして、どうぞ一つお上がりとこう出す。これは、あんた付き合うというもんと違いますか？それあんた知らんや。なんかい、そうやろ？知らんねやなんかい？知らんようなもんには、こっちからこう手出して、
手で餅をつかみを吹いて、ふふ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 、あいちぎって口に入れますよ。ふわ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 、ふわふわふわ、ふわふわ、うん、うん、はーっとこう、食わなしょうがないでしょう。そ、何をすんねん。これ、私はな、何も餅を食べたことについて、え？とやこ、言うてんのと違うねんで。食べるというのんなら、この餅箱の餅、みんな食べたと言うて、なんとも言わん。しかし、それでは、あ、ちょっと、待った待った。ほたら、飲んでっか？その餅箱の餅、みんな食べても構わんというの？ああ、念をしたな。念をすところを見ると、この餅箱の餅、みんな食べるっちゅうねんな。面白い。食べさそう、そんかわり。そんな偉そうなこと言うて、たとえ一つでも残したら、承知せんで。お、残しまへん。ふん。なんでんねん。それぐらいの餅、あのね、京都で退職会言うてね、毎年大食いの会がおまんねん。私そこでね、ここ5年というものを大関の座を落ちたことがおまへんねん。何千年、餅箱の1杯や2杯の餅、餅箱は愚痴焼いて食ったるわ。餅箱ごと、餅箱ごと焼いて食べてしまいますよという意味ですね。餅箱愚痴言うたな。そんな偉そうなことを言うて、たとえ一つでも、うん。火鉢の網の上に餅をどんどん置いていきます。残しまへん。さあさあ、どんどん焼きながら、へい、呼ばれます。いただきます。食べます。頂戴します。ちゅうやっちゃ。あはははは。何です？砂糖？醤油いりまへん。そんなもん、そんなもんつけて食わな。よう食わんような。こっちは素人と違います。餅を食おうと思って食い出して32年になりまへん、なりまんねん。しかし、なんだんな、よその家でも、ものをただ呼ばれんのも、あんまり愛想おまへんな。ええー、一つお礼心に餅の曲歌いなと、お目にかけまひょか。ええー、曲食い。もうこういうことは相当持ち食うて、こんことにはでけんこってっせ。まあ25年は過ぎなあなあ。見てもらいます。よろしか。のっけは掘り受けです。よろしいな。見てなはれよ。ペーッと空中に掘り投げて、手は一切使わずに口でパクッと受けま。よう見てなは。くるくるっとれやっと、こういうことは、どこでも見られると思ったら大きな間違いだし。手で餅を取り、拭いて冷ましながら、ハフハフハフ。よっ、ほい、投げ上げ、口で受けます。うん、うん、ハフハフハフ。はい、投げ上げた餅を口で受けましたんやで、と説明します。ふぅ、ふぅ、ふぅ、ハフハフハフ。ちゃ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 。うん、どうです？うん、これね、ちょっと稽古してもろたらどなたでもできます。どんなアホでもできま、あんたでもできま。今度は同じことですけど。二ついっぺんに放り万年、お染め久松、妙と食いっちゅうの、見てなはれよ。ほい。ふっふっふ、ははは、ふふふふ、ははは、よっ、よっ。次々と二つを投げ上げまして、順に口で受け取ります。ハフハフ、ふわふわふわ、むぐ、二つ投げて、二つも口で受け止めましたんやで。どうです、今度はね、体の周り一辺ぐるっとこう回しますよ。よろしいか。よとのかわせは水車中の、見てのほれや。餅を自分の左後ろに投げまして、パッと体を右後方に振り向けて口で受け取ります。あふあふあふ。
パントマイムで右に投げた餅を自分の体の周りを一周させた後に口で受け止めましたんで。やで。すごいな。今度はいよいよ難しいよ。これができるのは西日本でも3人ですか。一遍シュッと放り上げといて、このおでこでポチンでポンと腰打たしてから口へパクッと入れまんのや。シュッポンパクっちゅうやつ。ああ、美濃の滝食いちゅうやつ見てなはれ。まあ、昔美濃の滝は途中に岩が出ておりまして、滝の水はそこで腰を打って押していたと、まあ、いうのを使っているのでございます。なかなかできまへんで。いきません。よう見てなはれや。よいとしょ。このデポチンで受けて、うわっ、しまった、火鉢ん中へ入った、えらい、はいや、何をすんねやな。それやけ、サークへ人間異人になったというのは恐ろしいもんでございますな。餅箱にいっぱいあった餅を、ぐらーっと、二つだけ残しやった。餅はもう二つ残ってるで、早いこと食ってしまえ。ふぅ、ふぅ、餅を取ってちぎって口へ押し込みます。うぐっ、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 両手を水平に伸ばして体をゆすり、うんうん、はん、はん、うん、うん、ゆすり込んだかて入るかい。うん、もうあかん。餅そっちやって、餅が鬼に見える。鬼に見える？おまはん、最前どない言うたんや。餅箱に一杯や二杯の餅。餅箱を口焼いて食うちゅうたで。まあまあ、餅箱は人間の食べるもんやないけど。残った二つの餅。早いとこ食ってしまえ。うぷぷぷぷ、謝る。ごめん、もういいんで、寝る。そうか、いや、食えにゃ食わいでもええ。あー、けど、いいんで寝たりしたらあかんで。そうやがな、腹いっぱい餅が詰まったんねん。そんなことしたら煩いつくで、表へ出て。車飲んなはれ。なるったけ、道の悪いとこゆすってもらい。わかったんな。寝たりしたあかんで。ふう、苦しそうに腹を抱えまして、うう、すんまへんけど、鏡貸しとくなはれ。もう、今そろ、野菜でも、言えろ。野菜というのは、姿形を、作ろうことでございます。まあ、取り繕わんでも、ええやろ。やっすんのと違います。うつむいて下駄が探せまへんねん。うつむいたらね、鼻や耳の穴から餅がにゅーっと、汚いな、おい。頭の中まで詰め込みよったんかいな。さあ、ああ、おきにありがとう。手紙をかかざしまして、わたいの下駄はどこかいな。あったあった、おきにありがとう。そして表へ出まして、うふう、ああ、日差しがきついな。はあ、ちょっと遠慮しときゃよかったかな。はい。今帰った、戻った。ああ、お帰りやす、どないしてやったんや。また妙な顔して。道で喧嘩でもしたんと。違う。うか、何にも言うな。ちょっと手振って。甘えなはんな。甘えてんのと違う。これ、シューッとお布団敷いてくれ。敷いてくれ。ねえねえ、寝るわ。バタバタしないな。寒気がしてきた。敷けたら、あっち行け。そこピシャッと閉めとけよ。ああ、暑いのに寒い。えらいことしたな。
ちょっと遠慮したけよかったな。なんとかして腹のペコッと減る工夫はないかいな。餅はもう二つ残ったあんねん。あれいて食ってきたら残念けどな。餅が食いたらん世界、おかわり食いに来たぞ。言うたらびっくりしよるやろうな。おぶあかん。なんぞ腹のペコッと減る。ペコ。腹をさすりまして、ジンベエの紐に結んである邪眼草に気づきました。しゃあ、あった。邪眼草。これ食べたら腹の張った。上ばみが助かるちゅうで、ええもんもらってきた。ありがたい、ありがたい。口に入れまして、苦そうに、青臭い。もう見ないもんやな。わしやがなまるで。もう電話も電灯。ああ、ファックスやった。帰ってるか？お越しやす。今帰ってきました。なんじゃ妙な顔して。そうやろ。わしが家で。餅焼いてたらそこへ来て、えらい行儀の悪いことを言いよったんでな。それをちょっと何して言うてやったら、根に持ってぎょうさん餅食べよったんや。その場で言うてやってもよかった。やけれどもな、まあまあその場で、言うとこっちも食い物惜しんでるように思われるのも肩腹痛い。食わすだけ、食わしといて、後で言うてやったら、ええと思ってほっといたんや。いや、帰って、いや、まあ、そいで、ええ、へ、奥で、ん、寝まして、寝てる？そんなことしたら開けへんがな。あの男にも言うてやったんや。腹いっぱいに餅が詰まったんねん。そんなことしたら、煩いつくやないかいな。何をすんねやな。いやいや、わしが行く、わしが行く、わしが行くちゅうねん。これ、こんなとこ、また締め切ってるからにも、何をしてなはんねん。これ、わしやがな、開けなはらんか。これ、シューッと開けてみますと、上髪の腹薬とは、以上。人間の溶ける草を食べたもんやさかい。人間がすっくり溶けて、餅がジンベエ来て、プー。